京成 AE100 系電車は京成電鉄がかつて運用していた特急系車両。二代目のスカイライナー用車両として1990年6月19日に営業運転を開始した。営業運転開始当時はニュースカイライナーとも呼ばれていた。当初落成した日本は1991年の新東京国際空港ターミナルビル乗り入れに備えて、 AE 型を8両編成化する際、その不足分を補うことを目的として申請された。その後、AE 型の置き換えを目的として5本が増備され、1993年5月末までに8両固定編成7本、計56両が出揃った。登場時から、スカイライナー、モーニングライナー、イブニングライナーとして運用されていたが、 2010年7月17日の成田スカイアクセス開業及び AE 型の登場に伴ってそれらの運用から退きスカイアクセス開業前のスカイライナーのルートを経由するシティライナーとして運用された。2014年11月8日のダイヤ改正により定期運用が土休日ダイヤのみとなり2015年11月29日をもって定期運用を終了。 2016年2月28日をもって引退した。形成の心臓車として初の VVVF インバータ制御を採用した。モーターはすべて東洋電気製造製 TDK-6170A 型を搭載する。この組み合わせは後に3700型にも採用された。AE 型に続いて低速制御装置を装備する。操作方法は AE 型と全く異なり、 速度時速 25km の時点でマスコンハンドルが P5 の場合 P4 に戻すと低速制御となり P3 に動かすと減速 P5 にすると再度立行する。またマスコンを NP2 に戻すと低速制御が解除される。また都営線内を走行する際には低速制御機能そのものが解除される。車両番号は第1編成が AE-101、AE-108 AE、第2編成が AE-111、AE-118 AE の順で、末尾9ト例は結番であり、形成の観光として、形成上の方の車両番号から AE-108、編成、AE-118 編成、と呼ぶ。京浜急行電鉄への乗り入れを考慮したことから、先頭車は、電動車で、末尾六と3が、付随車で補助電源装置の DC。 DC コンバータを、末尾8と1の車両に交流電動機駆動の低騒音系、レシプロ式空気圧縮機 C-2000ML をそれぞれ搭載した。パンタグラフは、末尾7と2の車両両端に下枠交差式を2台搭載した。形成では初めてメンテナンスの手間が軽減された、交流誘導電動機が採用されたことから、主電動機点圏外は省略された。 車体は普通構成である。車体長は他形式よりも長い19メートルである。このためカーブでの車両限界を避けるため、断面形状をこの種の有料特急車としては珍しい直線基調とした。前頭スタイルは鋭角の流線型になり、床下の各機器は側面スカートで覆われた。将来は都営地下鉄浅草線経由で京急線に乗り入れて、 成田空港から羽田空港までの両空交換を直結する列車に使用する可能性も考慮し、流線系全面に非常用貫通扉を設置した。客用扉は AE 型の2枚折り度から引き戸に変わり、開口幅も 100mm 拡大されている。塗装は AE 型の新塗装で採用されたグローバルホワイトをベースにフューチャーブルーとヒューマンレッドのラインを踏襲し、 前面は翼をイメージした帯配色となった。また、鉄道車両としては珍しくリトラクタブル式の全、小灯を採用。そのうち内側の二灯は急曲線の多い、京成本線の線形に対応するため、左右に照射角を変更することが可能である。室内は、ブラウン系ベージュ系の落ち着いた色調でまとめられ、つま面に LED 式の案内表示器を設置する。座席は、 回転式、リクライニングシートを採用した。車体の関係で、横幅は4 3 5ト、mm、ルと小さいが、一方で、シートピッチは AE 型の9 7 0ト、mm、ルから1 0 4 0ト、mm、ルに拡大され、フットレストが装備されている。末尾5の車両にサービスコーナー、自販機を設置し、トイレと洗面所は末尾4の車両に設置する。 1990年から1992年にかけて毎年夏季繁忙期前に各2本を申請し、1991年夏以降順次 AE 型を旧車、運用離脱させた。1992年7月末以降は AE 型1編成が予備車として残存するのみとなり、翌年5月の AE168 編成落成によって、 AE100 型への置き換えが完了した。2001年から2003年7月まで順次、室内リニューアル工事を行った。工事内容としては、バリアフリーへの対応を強化したほか、内装の全面張り替えも行っている。客室内、デッキ、サービスコーナーともグレー系の化粧板、床面に、また座席表地は、ブラウン系からブルー系模様入りに変更。 また2002年4月に出場した AE-108 編成からツールカーペットを設置し、先に出場していた AE-148、AE-118 編成にも波及した。トイレも全面改修され、和式を排して洋式に統一するとともに、車椅子対応型を新設した。外観には工事完了に編成目となる AE-118 編成から、 先頭車に通気口が設置された他には変化がない。リニューアル編成第一陣の AE148 編成が営業運転開始した2001年12月10日よりスカイライナー、モーニングライナー、イブニングライナーの喫煙車は先頭車1.8号車のみとなり、その他はサービスコーナーも含めて禁煙とされた。いわゆる 赤電各形式や3500系の車体更新では全般検査が必須であったが本形式では定期検査と別途で施行された。実際に AE108、AE118,AE158 編成は定期検査と別に同工事を施行させたが窓枠の工事もあったため再塗装を実施した。各編成の落成年月製造メーカーリニューアル年月は以下の通りである。 スカイライナー1億人乗車記念ステッカーを重付した AE100 系創立100周年ステッカーを重付した AE100 系他社局の車両と並ぶ AE100 系3500系未更新車3588編成と共に展示された AE168 編成2005年2月から4月にかけて連結部に転落防止ホールを設置したが こちらは3000系1から3次車や3700系6次車以降より小型化され付け根が固定式になっている。このタイプは3000系4次車以降で採用されたほか2007年以降は転落防止フォロー設置済みの車両でもこのタイプへの変更を開始した。2007年7月31日にはスカイライナー20号において スカイライナーの利用人数が1億人を突破した。それを記念して、同年8月から、しばらくの間全編成に1億人、乗車記念ステッカーが貼り付けられた。2009年は、京成電鉄が創立100周年であったことから、同年4月1日から12月31日まで、全編成に、創立100周年記念ステッカーが貼り付けられた。スカイライナーからの撤退に伴い、 側面のスカイライナー、エアポートエクスプレスのロゴは消され、カード式公衆電話を撤去、全車両禁煙車とした。2010年7月20日に AE-108 編成、同年8月31日に AE-118 編成、AE-148 編成が、2011年12月19日に AE-128 編成がそれぞれ廃車されたため、 二千十二年一月一日時点では八両、編成三本二十四両が在籍していた。二千十一年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震と東京電力福島第一原子力発電所での事故による臨番停電などの影響によりシティライナー全列車が運転中止となったことから地震発生直後から同年九月九日まで全編成が 運用休止となったが、同年9月10日、シティライナーが一部運転再開されることに伴い、運用を再開した。2011年11月5日には、東京都交通局マゴメ車両研修場で開催された、都営交通100周年記念フェスタイン、浅草線に AE168 編成が展示された。AE100 系の他車線走行は、新生搬入時以来となる。また、 2015年11月14日の都営フェスタ2015イン、浅草線でも AE168 編成が3500系未更新車3588編成と共に展示された。2014年11月8日のダイヤ改正により、シティライナーの運転が土休日ダイヤのみとなったが、2015年11月29日をもってシティライナーの定期運転が終了した。 その後、2016年1月1日から3日、及び同月度休日に臨時運用された後、同年2月21日28日のサヨナラ a e 1 0 0記念ツアーをもって引退となった。2016年11月現在、AE100 型は総合車両基地に展示されている。スカイライナーで運用されていた当時の編成である。ありがとうございます。